はい、AB イコール2であるような二定点 A と B に対して条件 AP2 乗引く BP の2乗イコール1を満たすような点 P の軌跡を求めてくださいという問題なんですが、もう鼻からこんなのどうすればという感じですけど、だって長さの2乗引く長さの2乗イコール1定数でしょ。だから AB イコール2はまあ図は書けますけど、そりゃあの AB イコール2って点 A を取って点 B を取って距離が2ですよとか言っときゃいいわけですけど、まあこれはいいわけですよ、これはいいですけど、あの第3の点 P をどっかに取って AP の2乗引く BP の2乗イコール1というのが図的にどうすりゃいいのかっていう話ですよね。で、どうしようもないので、あの長さの2乗が何かという、例えば正方形の面積とか言われてもそれを作図に反映する現実的な方法がいまいち見当たらないので、まあなんかすごくトリッキーなことやればできるのかもしれないですけど、とりあえずは AP どっちか決めて、うまくもう片方を合わせて2乗引く2乗で1になるようにしようと、やってみようと思います。そうすると例えば1だと、からあの AP が1だと BP0 じゃなきゃいけないから、あの AB が 2である以上 A からの距離が1なのに B からの距離が0っていう点ないので無理で、で AP イコール2の時と、だから2の2乗引く B、引く BP の2乗イコール1となるということは BP イコールルート3であって、 BP2 乗が3になってればいいので、で、BP 長さだから正であって、したがって A からの距離が2であって B からの距離がルート3であるような点 P は条件を満たします。これあの1個点が打てますよっていう世界ですけど、そうしますと A からの距離が2っていうことは、あの A 中心にコンパスで半径2の円書くわけですね。多分半分ぐらい書いときゃいい気がしますけど、一応全部書いときますと、ここ2と、で B からの距離はルート3だと言ってるんで、長さどんぐらいですかね、感覚的に言うと どんぐらい、この高さこんぐらい、 1.7 とかですから、なんかこんな感じですかね、という感じ、もうちょっと小さくてもいい感じ。 B からの距離がルート3であるような点 P というのは、実は図から2点出てきて、こことここですよね。そうするとここの距離は2になっていて、ここの距離がルート3になってまして、 AP2 乗引く BP2 乗は、2の2乗引くルート3の2乗ですから1になってますと。じゃあ、今度 AP イコール3の時は BP はいくらになるかっていうと、9引く BP2 乗が1になるから BP2 乗が8であればいいので、 BP はルート8すなわち2ルート2だから、今度は同じ色で書いちゃうと見づらいかもしれないけど、 AP が3でこんぐらいの感じ、まあ、実は左の方多分あんまりいらないわけですけど、で BP が2ルート2、2のルート2倍ぐらいでいきます、3よりは小さい、こんなで、これを縦にも持っていきたいので、横は、2があって2より向こうでこんな、もうギリギリぐらいまでいっていいか、ちょっとこんなんですかね、まあ、こういうのこそコンパス使ってもう少し丁寧に描いたらいい絵が描けて図形的に見やすくなるのかもしれませんが、この時にだ A からの距離が3で B からの距離がルート2ルート2になってるような点 P ってここら辺出てくるわけです。ちょっ
色変えましょうか。ここが3でこっちが2ルート2だと。であとはあのこれだけだとなんかよくわかんない。4点出てきた奇跡としてはなんかまっすぐなのか曲がってんのかもよくわかんないですけど、それはもうちょっと精密に書けばわかるんでしょうけど、だからあの皆さんはぜひお手元のコンパスでもっと丁寧に書いてみてほしいですけど、あとはあの AB 上の点 P でそういうのを満たす点があるかと、なんかあるはずなんですけどもう一個は P を線分 AB 上に取りたい。線分、直線もしかしたら右か左にはみ出るかもしれないので、直線か線分かはごまかしておいて、で AB 上に取りたいと思うとどうするかっていうと、実は AP2 乗引く BP2 乗引くイコール1というのをとこれ因数分解しますと AP 足す BP かけることの AP 引く BP イコール1となります。でこの因数分解も別にそれ自体が図形的意味を簡明に表してくれるわけではなくて、結局これなんかの長さですよ。長さ出す長さですから何らかの意味で長さであって、でこっちは長さ引く長さなんで何らかの意味で長さなので、あの長さかける長さが1になっているという、から長さの二次式が1と言われましてもという、なんかの面積だったらいいですけど、そんなのかけるわけもなく、だからこれを一辺とする正方形の面積引くこれを一辺とする正方形の面積が面積として1残りますとか言われても図的に見えやすくはあんまりならないわけです。しかしここではと顕著な話があって、それ AP 足す BP って何かっていうと AB であって、これはもう与えられてて2なんですよね。ということは AP 引く BP が2分の1になるだから AP 足す BP 一般にはもちろんあのこれ足してもイコール AB なんかなんないですけど、今 P を AB 上に取ってるからこういうことが言えてるわけです。そうすると残りの AP 引く BP が2分の1になる必要があるので、よって AP 足す BP イコール2かつ AP 引く BP イコール2分の1という連立方程式が出すわけで、そうすると 2AP イコール2分の5で AP イコール4分の5で BP イコールまあ足して2になるわけですから4分の3になるかな。そうすると5対3でいけます。足したら2になってますよね。からあのここ8等分して5対3になるような点で、ここに点 P が見るんでしょうか出てきてて、ここが4分の5でここが4分の3になってるような、で4分の5 2乗引く4分の3 2乗は16分の25引く16分の9だから16分の16で1になってますよね。だから確かにあの AB 上の点 P を4分の5対4分の3すなわち5対3の内分点というふうに取ればその点 P も条件 AP2 乗引く BP2 乗イコール1を確かに満たしてはいます。でこれらの得られた点をなんとなくつないでいくと、割とまっすぐっぽいですけど下の方で若干あの歪んでるのもあって、もしかしたらなんか巨大な円の一部とか巨大な放物線の一部とかなんかなってるかもしれないですよね。割とまっすぐだったらいいなぐらい、もうちょっと丁寧な絵を描いてみると、あとこれ図形の対称性から上がまっすぐになってたら下もまっすぐなはずだとかなんかあるはずなので、ここら辺ももう少し精密にやったら考察もあの A の直感レベルではもう少し進むかなと思いますが、ひとまずこのぐらいにして、あとは以下座標でやりたいんです。座標でやりたいんですけど、これ今までやってきたのを見てもうなんとなく分かってというか A 進んじゃうのと思いながらやってたんじゃないかという気もしますが、座標まだ設定してないんですよ。AB が2という長さだけ書いて、なんかいかにも平面幾何的というか、もうちょっと言うと中学以前というか、
そういうやり方をしていて、これ座標ないですよね。なんですが、このままだと図形と方程式の方法論、つまり AP とか BP を、式で表していくということは、なかなか、やりにくい。まあ、ものすごい頑張ったらできるのかもしれないですけど、これを一般になんか消去して全体の軌跡を必要十分条件の形で求めるとかいうのは、あまり簡単そうでないので、座標を設定してしまいます。で、正しい範囲ですね、AB イコール2になるような範囲で、なるべく便利な座標を設定して、で、そこから座標によらない話を抜き出してくるということを考えます。恣意的にとってもいいですが、座標設定されてない状態で軌跡を求めようって言ってるので、その座標軸の設定の仕方にはよらない。だから、座標軸ってメモリなので、だからメモリに依存する話で、位置とかを、この点を通りますみたいなことは言っちゃダメですが、形は変わんないんですよね。だから A からどういう距離にあるみたいな話はしていいです。座標を使わなければ。で、便利な座標の置き方ですが、どこに座標軸設定するのが一番便利かというと、一つは、片方の点を原点に取ってしまうのが露骨に便利です。したがって、A を原点に取ります。XY 平面として。で、もう一つは、もう一点 B を軸上に取ります。これもう一個便利になった。で、あとはここから求めるべき軌跡の式を求めますが、最後は、その、式じゃダメなんですよね。座標によらない、元の、A、B だけの言葉を使って、あるいは長さは数値は使っていいですけど、座標の言葉は使っちゃダメなんです、最後は。したがって、この問題では最後にそこまで考察で、述べ直すことを忘れてはいけないわけですが、以下座標を設定したので、しばらく座標で、